サー・トーマス・ローレンスは、イギリスの画家、ブリストルで生まれた。父は、宿屋の主人で、最初に、ブリストルで、後に、デビゼスで経営していた。6歳のトーマスは、客の好きなものを描いたり、ジョン・ミルトンの晩年の演説をしたりするなど、子供ながらその片鱗を見せていた。1779年に、事業の失敗で、父は、デビゼスを離れなければならなくなり、 トーマスの装熟の才能が家族の主たる収入源となっていった。彼はバースロード沿いで評判を得ていた。デビューはオックスフォードでのクレヨン肖像画家としてで、その時には講演者がついていた。1782年、一家はバースへ移り住んだ。若い芸術家トーマスはすぐに一二2人や122半でおしゃれな人々の好むクレヨンで絵を描いて収入を得ていた。 1784年、トーマスは賞をもらい、クレヨン芸術協会の銀製パレットを手に入れた。彼は、ラファエロ・サンティの変容を描いた後、油絵で描き始めた。絵で身を立てる決意をしたトーマスは、1787年に、ロンドンへ出て、ジョシュア・レノルズに親切に迎えられて、ロイヤル・アカデミーの生徒となった。彼はほとんどすぐに絵を展示し始め、評判もたちまち上がり、 1791年にはアカデミー会員となった。1792年にレノルズが亡くなると、さらなる成功への道が開けた。トーマスは直ちにディレッタンティ協会の画家に任命され、レノルズの代わりに国王ジョージ3世のお抱え画家となった。1794年、彼は当大の社交界や王公の肖像画を描くようになった。顧客には、 イギリス一巧妙な人々も含まれていた。王太子妃キャロラインは彼の木に入りの主題の一つであったために一時はキャロラインとの仲を疑われた。1885年、トーマスはナイトに従釈された。1818 18年、トーマスは依頼を受けてアーヘンへ行き、王公や外交官たちの肖像を描いた。ウィーンとローマへも足を伸ばした。どこでも王公から 際立って実物よりよく見せるやり方が気に入られ、芸術家として自身の利益になるように心得た、宮廷二例も同様であった。18ヶ月後に帰国し、彼が到着した日には、数日前に亡くなっていたベンジャミン・ウェストの部屋でロイヤル・アカデミーの会長職に選ばれた。1820年から会長職につき、死の年まで務めた。彼は生涯結婚しなかった。 トーマス・ローレンスは、個人的な儀例の資質と、流行の画家になるにふさわしい芸術の腕との両方を、持っていた。そして、イギリスの肖像画家として行為についた。彼のより野心的な作品は、古典様式で、彼のかつての著名な、サタン像は今ほとんど忘れ去られている。ローレンスの作品が、最も展示されるのは、ウィンザーのウォータールーキャラリーである。 収蔵品のほとんどは歴史的興味を惹かれる。ランプトン少年像は600ギニーの価格でダーラム教のため描かれた。これは彼の最高傑作の一つに数えられる。マスターは坊ちゃんの意。ありがとうございます。